ベクルデートマスがあって知ってるかと思って行ってたんだね。そう、南相馬はですね、さっきボランティアが相馬市が100から150人で、大体そのニーズが午前中で、終わっちゃうんで、午後からはもう仕事ありませんって帰るわけですよ。ところが南相馬は皆さん恐ろしいので、ボランティアが来ません。最初に行った時は、行く前ですね、電話したら10人、僕らが行った時には25人で、さすがにだんだん増えてきて、またおとと行ったらば40人増えてました。で、今日まず雨なんですよ、午後。そうするとやっぱ放射能の影響があるので、雨しないで戻ってきてください。今保健センターに行ってきて、ボランティアの皆さん、活動されていることを分かってるんですけども、皆さん自分の身を守るためにまず、帽子かぶるか、タオルかぶるかしてもらいたいのと、マスク2枚重ねて活動してくださいというのを改めて注意しましたので、皆さんできるだけそういう自分身の守る方法をつけてください。はいはいはい、はい、じゃあお米とあとおかずになるものを置いてきますんで、お湯とか沸かせるでしょ。缶詰とか、もう一回カップラーメンを食べる。出荷停止ですけれども、福島県の場合3月21日にほうれん草、牡蠣が、原乳、それから23日に今こういったものがダメになりまして、出荷停止になります。作付けもできないと今年収穫はないで、一方で、農機具の道具がかなりありましてですね、それやっぱ多いとやっぱ 2,3 千万のローンを抱えていて、で収入がゼロになる、その上家もないっていうことになると、本当にもう、どうやって生きゃいいのかというところにありまして、まあ極めて福島の復興というのは難しい部分を持っています。その農家とか、ここの住んでる人たちがさ、何の恩恵もないんですよ。ある東京の人間がこの前電話を起こして、この原発の話でね、小野さんとこ1ワットも行ってないのって言うから、お前何考えてるんだって言った。お前のための発電所だろって言ったの。我々 1ワットも使ってないよって言ったの。そしたら、って驚くからね。だから、その投げられるしているものを取られ上げられ取り上げられちゃうと、やっていけないわけですよ。本当ね、これは言い方したら不謹慎だけど、俺逃げちなかったら俺殴り込みかけて、本当にダイナマイトで持ってってね、首相官邸にぶん投げてやりたいくらい。いや、そのくらいのね、俺だけじゃなく代表する意見ですよね。皆さんそう思ってると思うよ。